丸と脇からずっと電話がかかってきとうわけよね。社長、どこにいるんですか？何してるんですか？ちょ、来てくださいってずっと連絡が来とって、いや、ちょっと待ってと。俺今、令和の虎の皆さんと飲んどって、しかも今楽しいやっとんねんと。さすがに、そっち行けんって今日はって言ったら、いや、もう本当に今日だけはマジで来た方がいい、ガチで来た方がいいってずっと言われとって、いやいや、もうどんだけハードル上げんねんって感じだったっちゃんね。いや、さすがにねって、結局、ちょっと1、2時間ぐらい経ったら、行かないかんって、もう本当にわからんけど、メンバーからそんな謎の呼び出し食らっとるって。まあでも、ちょうど令和の虎の皆さんもそろそろ帰るか、解散するならするでちょうどいい時間やって言っとって、夜中の2時ぐらいかな解散して、かたくなに誰がおるか言わんかったな、丸と脇が、とりあえず来てほしいって言って、もうどんだけ働けんねんって言って、ウィーンってついて、いやもう俺、本当にちょっとやそっとじゃ驚かんわけよ。正直俺テレビ見てきた、育ってないねん、子供の時から。芸能人とかもちょっと疎いわけよ。本当にみんなが当たり前のように知っとう芸能人の名前とか全然わからんくて、マジ疎いタイプなんやけど、バーンってつくやんね。驚いたよね。サンダサンダあーまあでももう酔っ払っとったけど、びっくりしたのがさんまさんの年齢とか考えたら、えみたいな。六本木やったんやけど、六本木でもう俺が着いたの3時とか、よう飲んどるなと思って。しかもめちゃめちゃ忙しいイメージがあるやん。もう普通にうわーみたいな。しかも若者だけど、ヒカルくんと青汁とアスカキララとマルとワキよ。もうそんなんもうやばいやつらやん。五大やばいやつやん日本の中で。のと一緒にウェーって書いて、恐る恐る写真撮っていいですかって言ったら、はよ撮れーみたいな。そのまんまやみたいな。テレビで見たまんまやみたいな。さすがに俺お母さんに自慢した。さんまさんと飲んだよって。うん。これでもね、俺は本当に一番最後に来たっちゃん。本当に途中参加やったけん、SNS にアップしていいかどうかもわからんかったっちゃん。さんまさんとの写真とかを。でも次の日、ヒカルくんとか青汁とかビーって開けとって、さんまさんと飲んだでイエーイとか言って、なんか切り抜きとかでもさ、なんかってかネットニュースとかなってってさ、さんまさんと飲んでるみたいになって、なんか、あげてよかったとみたいな。みたいな。じゃあ俺も早くあげたかったわってなって、しかも俺もその時ももう撮影や編集やでバタバタ気づいとって、ヒカルくんとか青汁があげた次の日に気づいたっちゃん。じゃあ俺もあげようと思って、俺もちろん自慢したいやん。当たり前やんね。そのさんまさんと飲んで自慢せん人なんて俺とってなるやんね、この世に。非国民やそんな人で、普通に失礼やけん、そんな自慢せん方がじゃあ俺も自慢したいってなってね、あのツイートしたでみたいなね。一歩遅かった。ネットニュースにヒカル青汁アスカキララさんまさんと飲んでるってなったけど、そこに俺もおんねん。俺も入れとってくれ、ネットニュース。普通にさんまさんって YouTube 見るんですかって言ったら、見やへん、YouTuber は敵やーって言うとそりゃそう、それでいい、見とったら心配になるあ、48見てるよとか言われたら心配が勝つさすがにね、見らんどってくれ、これからも、うん、普通に毎日チェックしてるよ、Twitter とか言われたら心配が勝つ、ね、見らんどってほしい。一切見ない、うん、一切見らんって言った